ドルタネットピッキングしながら弦をこう移動していくときの移動の仕方って、2種類あるんですよね。インサイドピッキングっていうのと、アウトサイドピッキングっていうのがあって、例えば隣り合う弦がこうあったときに、例えば3弦2弦みたいなときに、3弦2弦って順番に弾きたいときに、ダウン、アップって弾くのを外側からアプローチするから、これアウトサイドって言うんですよね。で、難しいのはインサイドって言う方で、アップ、ダウンって弾くやり方ですね。こう、軌道が、ちょっとこんがらがりそうになるので、大体ね、インサイドピッキングで速いフレーズとかって弾けなくなったりするんで、で、一個考え方としては、なるべくインサイドが、起こらないようにパターン作ってあげるっていうのも、すごく大事なことだったりします。速く弾くフレーズって結構ね、インサイドがないように、弾きやすくできてたりするフレーズっていっぱいあったりするんだけど、まあもう一方ですね、インサイドちゃんと、鍛えておけば、お構いなしに弾けるというね、わけで、インサイドピッキングのね、エクササイズなんですけども、もうひたすら、例えば攻めます。2弦3弦2弦3弦っていう。これをダウンアップダウンアップ。この異弦同フレット、異なる弦同じフレットで異弦同フレットって言うんだけど、異弦同フレットの弾き方は一応両方抑えられるぐらいにこう人差し指を抑えるんだけど、2弦弾いてる時には人差し指が先端でこう3弦をミュートしてる状態ですね。で、これをパタッと倒します。倒すというか起こすか。起こすと先端で今度3弦を掴んで、今度腹で2弦がミュートできている状態。こうやって音が残らないように、異弦同フレット処理してあげてください。